岸田首相、秋の総裁選前の解散・総選挙見送りへ、逆風強く経済政策や信頼回復に集中という読売新聞の記事ですね。はい、岸田首相は秋の自民党総裁選前の衆院解散・総選挙を見送る方向で調整に入り、周囲にこうした意向を伝えた、自民派閥の政治資金規制法違反事件をめぐる逆風が強いことから、当面は経済の好循環の実現や政治の信頼回復に集中し、 総裁選で再選を果たせば秋以降の解散を慎重に検討する考えだということなんですね、これ、朝日新聞も同様の、うん、えものを報じているんですけれども6月解散というのはちょっとないんじゃないかなと。まだ 厳密に言うとわからないといえばわからないんですけど、ないんじゃないかということですね、確かにちょっと最近の様子見てると、厳しいのかなっていうのがあって、静岡の県知事選挙でも自民系が勝てなかったというのもありますし、その前の補欠選挙、全部候補者出さなかったところもありますけども、負けてしまったというのもあるし、岸田政権の支持率、これ、読売新聞の調査で26%と、支持が低迷しているので、 まあちょっとと厳しいいいんじゃないかなかうのはありますよね首相は所得税などの定額減税と賃上げによる消費喚起でデフレ脱却を確かなものとし憲法改正議論を前進させるなどして政権浮揚を図りそれらを実績に掲げて総裁選に出馬する戦略を描いているもっとも夏以降の低支持率が続けば自民内で新たな選挙の顔を求め岸田卸が起こる可能性もあり再選できるかどうかは予断を許さないということで。 ここのままま行きと厳しいいですよね岸田さんははいはい、まあこれ僕前から言ってるようにできれば2期ぐらい6年ぐらいはやってもらいたいなとは、はいうん、まあこれ誰でもやっぱその連続政府維持するという意味でもやっぱ6年ぐらいは、ねはい、あのそうじゃないと誰も覚えてくれないですからね世界的にも。覚えてくれないし、うん、やっぱりあのー、ある程度長期じゃないといろんなことできないしそうです、ね、あとね多分1年2年だとあっという間すぎて、うん、あのー。 こう振り返れないいぐらババタバタしちゃううと思うんですよね、はいうん、だからあっという間だったと思うんですよね岸田、ね、さんもここまでで、はい、ただまあ政治資金規正法の件もまあ少しずつ、うん、いやあれがちょっとダラダラやってるのがよくないですね、はい、なんかあれだけでも1か月以上とかもうんか5万円にするのか10万円なのかみたいなそういうせめぎ合いでやってましたしであの5万円ってなんか中途半端な金額ですよねす大体パーティー金って2万円じゃないですか。はい で2万円、2万円で1万円みたいな中途半端な金額になってしまうから、はい、それならもう6万とかでもと、ねねまあ、自民党は10万でしたから、うん、10万でなんで下りてきたのかなっていうところもあるし僕は岸田さん急にああいうふうに決めた時条件者なんか的に決めた時っていい判断してないんですけどねあの統一教会潰すとか急に言ったりとか<ー>派閥を潰すとか。 ちゃんと考えてやってんのっていうふうに思うし。まあ、やっぱ世論を考えて、そういう強い対策をしてんのかなと思うんですけど。ただ、悲しいことに、それがあんま評価されてないってことなんですよね。岸田さんって、かなりすごいことやってると思いますよ。あれ、はい、だから、統一協会の件も。はい。そうだし、はいうん、まあ、この規制法の件だって、まあ、自民党内のその反発。うん、はい。まあ、抑えてというか、まあ、反発ありつつ、やっぱ、その、ある程度公明に。はい。よって。 結着つけるっていうその方向性自体はすごいことやってんなとは思うんですけど評価されてないっていうのは非常にありますよねそこじゃないって感じが僕はするんですけどねパーティー自体が悪いわけじゃないいですし、うん、いやすところが、はい、やっぱ一般国民からすると、はい、もうパーティー自体が悪いかのような <laughs> そうもうなんかあれがねもうちょっとやっぱり和也さん最初に言った、はい、理解力のない人たちがいるんですよ。うん、こう見えちゃってパーーティーあのね 飯も食えないのに2万円取るなんておかしいとかね、うん、なんかコスパが悪いとか、はい、あれをほとんど献金なんでしょうとか言って、うん、いや献金なんだよとであと勉強会の方がもっとやばいですよ朝食会とか 2>, <ー>2万円取って早く行かないとコーヒー だけとか朝食もなくなくっちゃうんですよ、はい、朝食会って言われてるのにコーヒー飲みって。かないとちょっと遅れていくとコーヒーだけになってみんなパン食ってるのに一人だけコーヒーを飲んでそう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 ,そ,う,そ,うそんな感じになっちゃうわけですからだからパーティーだっていいし勉強会だっていいし、うん、お金集めるのも全然いいし、うん、議員とあの一般の、まあ、政治家とね、うん、一般の,あの国民が あの話をするとか握手をする機会ができる自体は全然大あのー、必要なことなんで、うん、それなんですけどなんかそのそうパーティーっていう言葉がよくないっていうか, <laughs> なん,かなんでかしんないけど変な方向に議論が行っちゃって。<laughs> 確かかにそそうっすね、うん、でいやパーーティいの、うん こう政治の問題って、大体イメージの問題になっちゃってるんですね。はい、すねだからパーティー、イコール悪いみたいな、はい。裏金って言葉になっちゃったじゃないですか。うん、ただ単に、不記載だったというだけなんですけど。うん、それだから、不記載が良くないんですよ。<laughs> 不記載は。<laughs> そのパターンで来たんですけどね。うん、だから、あとあのー、やっぱり。えっと、自分が、例えば、ある会社がね、うん、10人ぐらい連れて。ある政治家のところに行きましたと、応援してますってことに行きましたと、で、パーケンで。 1>, えとまあ、1人2万円で12分買いましたってことになると、うん、もうこれ5万円以上だから記載されるわけですよそしたらあの社長ここに来てたんだねとかになって、うん、それもこう何自分が応援してる人がバレちゃうわけじゃないですか、まあ、それって、まあ、憲法で保障するところね、うん、思想信条の自由を、あのー、犯すっていうか、うん、おかしなことになっちゃうんですよね。あのー えっと誰を支持してるかっていうのは隠せるはずなんですけど、うんうん、だからそれは全部出ちゃうっていうのはおかしいと思うし、うん、そんなのもそのままやっちゃってるわけですよ、あのーきあのー、岸田さんはもうなんかなりふり構わなくだら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 とね、うん、こう条件緩めてるのはちょっとどうかなと思うんですけ、ね、公明党の優雅ままじゃないですか、うん、今回も。はい、公明党は あれですよね、うん、やっぱ母体が強いんで公明党に来るやつはそいつらしかいないわけじゃないですかだからバレよはが何よが信者だから本物のだから全然公表されても何の傷もないわけですよ自民党の方は自民党のパーティーにも行くし、はい、立憲民主に行ったりもする人いるんですよ、うん、あのやっぱ 政治家の力によってそうでんかいろんなところにちょっとずつこうまあんていうかばつけておくじゃないですけどどういう情勢になっても対応できるようにしてるっていうのはあるでしょうね。そうなんですただやっぱそれとはまた別の問題で外国人が実質的に献金してるんじゃないかみたいな指摘もあるじゃないですかだからその辺もちょっとこう難しく複雑に絡んできますよね。献金の額 の問題だけじゃなくて、まあ広い意味で捉えると、まあそのじゃ迂回して、じゃ結局そのお金の出所どこなんだみたいな。ところにも、やっぱこう疑いが向いてくると思いますし、だから直接的な献金じゃなくて、パーケンになってしまうと、もう極論わかんないわけじゃないですか。なそうです。その辺がちょっと。不信感を持たれる要因でもあるのかなと思いますけどね。これもっと、本当はもちろん議論しないと。 あのいけないんですけども、も岸田さんと議論する人はいないんですよ、うん、あの強権を発動するし、あともう、議論をするときに、やっぱり総理に対して、不当って権限強いんで、はい、そこと議論するときに派閥の力があったんですけど、うん、今、派閥がなくなっちゃったんで、うん、もうあの岸田さんの独裁体制みたいな感じには、ちょっとなってるんですよね岸田さん、だから、弱そうに見えて、うん、はい、今、すごいパワーを発揮してるなっていう。もうあの 周りを潰したんで、強くなったって感じ、ね。うん、周りも強いけど、俺が強くなるっていうわけじゃなくて。周りを弱くしたから、自動的に権力が強くなってるという。感じがしますね。うん、そうですね。はい、だから、これがいいのか悪いのかっていうと、うん、正直わかんないですよね。わかんないです。<laughs> まあ、じゃ、ほかに、じゃ、なんかね、強力な人がいたら、うん。 それ,はそれでまたなんか揉め事になる可能性もあるじゃないですか、はい、だから岸田卸みたいなことになって、政局が荒れてしまう、まあとなるとやっぱあの国内外のさまざまな問題になかなかつながっていかないっていう部分もあると思いますので、はい、まあやっぱ政治っていうのは常に変えていかないとだめなんだなと、常に権力闘争なんで、はい、まあその辺はしょうがないのかな